リカちゃんだって友達を助けに。友達じゃない、私のファンの子。何でもおごってくれた私のお財布ちゃん。お財布ちゃん。パパがね、美人は財布持つ必要ない、誰かが勝手に出してくれるからって。ま、離婚しちゃったんだけど。あ、エッグのお金は返すよ、絶対。はーい。わー、美味しそう。ここのロールケーキ絶対ね。ちえみが死んでから私って金欠。だから助けてお財布を取り戻すって感じよ。あ、ちえみってさ、ブスですっごいデブなんだよ。手汗もキモいくらい隠し、友達っていうには恥ずかしくない？見た目で友達を選ぶの？うん。傷が治ってない。ああ大丈夫、これは自前だから。若気のなんちゃら。はい、おしまい。ちえみちゃんのことちゃんと教えて。愛には関係ないでしょ。そんなことない。売れないアイドルの握手会なんてシュールなのよ。少ない人数がぐるぐる何度も回る。ちえみはね、バカ。それこそ何週も何百週も私のために、お小遣いもお年玉も全部当然みたいにニコニコして私に。お金持ちの金連れだって信用してたのにさ、ある日街で万引きしてるの見つけた。それを監禁してたのよ。うん。わかる、その気持ちわかります。うん、私たちもパパ活したもんな。私は嫌だった。だからファンと友達になんてならないって。第一、デブは一緒にいたら恥ずかしいから無理って、もう来ないでって。その後他のファンの子が教えてくれた、ちえみが死んだって。骨と皮のミイラなの、まるで。忘れたくても忘れられない。こんなの、こんなのちえみじゃない。